売第2弾。先月終了したクローズドベータテスト版のレイプレイ。前回メタルフォーカー広場を満喫するだけでパリには全く行きつけなかったイカバやりすぎる。このままでいつまでたぶん行けない。というわけでいよいよ本番。新人ハンターひかりちゃんはクローズドベータテスト限定の参加者支援ソフトをゲット。強力な武器や防具を装備してから出発だ。準備万端、いざパリへ。はい、ブルーファンが5個、オンラインに行く4個、分かりました。最初に、ドッパンを倒せてないと終わっちゃうので、ウルハンゴあたり倒して生肉を焼いてみましょうか。それでは出発。今回挑戦するのは、ひかりちゃん、杉浦さん、内川さん、そしてインサイドエクスボックスの音声担当のスタッフ4人で両団を組み、前へ向かう。生肉ですね。水とかも出てる。うわぁ、すごい、おいしい。おー怖い、おー怖かった、お尻が触った、気を取り直して、まずはオンライン組にチャレンジ。ドラ様を倒し、生肉をゲットする。杉浦さんも思わずうなずいてしまうほど、いつになく優しいなったりさ、モンスターに謝りつつ、生肉を確保。中肉取っちゃったの？はい。溶接するのはこんがり肉。はい。どうすれば？中肉。そう。必要なのはこんがり肉。え？どうなってますか？ちょっと見てください。音楽が鳴り止んだ後に持ち上げる肉のタイミングが肝心だ。遅い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 。とりあえずドスファンゴから逃げられたが、みんなと隠れ、どうですよ。今のひかりちゃんはこんがり肉しか興味はないのだ。しかしここで予想外の展開に。そうドンピシャだったのに今。ドンピシャに入ったね。ドンピシャに入ったね今。というわけでとりあえず仲間と代わりブルファンゴの討伐に集中する。こんなに、アフランディスの執着は今度こそ身を結ぶか。よし、オッケー。ありがとう。